ワールドランク大会を開催中です。準備は万全ですか？それではワープゾーンから球場にお進みください。次は決勝だ。相手のチームはハローボーイ。あ、この前の。まさか君がこの場まで上がってくるとは思わなかったよ。野球を愛する気持ちはアメリカチームの皆様と変わりませんから。はっはっは。野球、ええ、すまないが我々がやっているのはベースボールなんだ。海を越えて弱々しくなってしまった偽物スポーツに引導を渡してやろう。違う。日本の野球はベースボールを越えていくんだ。おう、ナイスボーイ。これは楽しめそうだ。ホームランの打ち方を教えてあげるよ。勝負だ。
ート。ラッキーイニング、ストライク、ストライク、ボール。ストライク、ストライク、バッターアウト、ストライク、ストライク。はい、ストライク、アウト。ストライク、ストライク、ストライク、バッターアウト、ストライク、ストライク、アウト。バッターアウト。ゲームセット。ついに地球代表になれたんだ。これもみんなのおかげ。なんだこの不気味な笑い声は。いやあ、みんな元気にしていたようで何よりだよ。君たちはメタル四天王。覚えててくれて何よりさ。それで
どこのチームが地球代表になったんだい？どこでも変わらないわ。どうせ勝つのは私たちですもの。そんなこと言わないで、かぐや。我らがボスだってほら、こんなに楽しそうじゃない。君たちのボス？僕のことだ。あ、君はテレビで見た。そう、僕こそが四天王の主、メタル星人のメタル君だ。なんだって？なんて安直な名前なんだ。うるさい。ようやく地球代表が決まったようだな。ただ我々を倒せるような力が君たちにあるようには見えないが。そう言っていられるのも今のうちだ。僕たちは数々のライバルたちの思いを引き継いで今ここに立っている。これからもどんどん力をつけて必ず君たちに勝つ。ふん、威勢だけはいいようだが、いかんせん弱そうだな。うるさーい。バック、挑発に乗っちゃダメだって。バック先輩が弱そう？メタル星人とやらは見る目がないんですね。ピノまで乗らないで。バック先輩はすごいんです。不可能を可能にするファミスラッガー。何を置いてもできないことがない人なんです。え、いや、そこまで言われると自信が。あなたこそ派手な登場でしたが、見た目は割と普通じゃないですか。なんだと？見ろこの液体金属、ツヤツヤしているだろう。メタル君、どうどう。こういう時こそスマイルだよ。ほら、こんな風に。あんたの笑顔は分かりにくいんだから。メタル君、膝枕しましょうか。ふん、我が四天王に感謝することだな。宇宙大会の頂上で僕たちは待つ。それまでせいぜいレベルアップするといい。ん？何か言った？いえ。くそ、メタル君にしてんの。今に見てろよ、絶対優勝してみせるんだからな。次の舞台は宇宙ですね。どんな相手が待っているんでしょう。ポスターズなら宇宙人が相手でも大丈夫よ。うん、みんなで頑張ろう。